C-97 ストラトフレーター C-97 ストラトフレーターはアメリカ合衆国の航空機メーカー、ボーイング社が開発製造した軍用レシプロ4発輸送機である。ボーイング社内の名称は367。各型のうち人員輸送型の愛称はストラトクルーザーである。機体は同じくボーイング社が開発した B-29 戦略爆撃機と 基本的に同じであるが、輸送機型に改造するにあたり、胴体を上下方向に拡大されており、第二次世界大戦後半に開発された。この機体には2200馬力のライト R-3350 エンジンを搭載していたが、1945年1月9日にシアトルからワシントン DC までを6時間4分で飛行し、性能の高さを証明した。 量産型からは、エンジンは3500馬力の、プラットホイット2 r 4 3 6 2パワーアップされた。C-97 系列は全部で888機、製造されたが、そのうち814機が、KC-97 空中給油機であり、以後のアメリカ空軍における、空中給油方式を確立させた機体として知られる。 輸送型の C-97 は2台のトラック、もしくは、軽戦車を運ぶことができたが、機体が大型で鈍重なため、主に後方輸送で用いられ、患者輸送に対応された。また、民間型ボーイング377、ストラトクルーザーは、当時の長距離旅客機の花型となった。ありがとうございます。